はい、おはようございます。元バンディット400V です。3月の12日7時50分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。前回動画の最後につけたんですけども、カメラにつけた違うヘルメットにつけたカメラがですね、脱落、正確に言うと脱落しそうになったんですけども、家に帰ってヘルメットマウントの両面テープ、取り替えました。なんでしばらくは、落ちることはないかなと思ってます。全然関係ないんですが、携帯電話壊れちゃいました音声通話はガラケーを使ってるんですけども、中古のガラケーボタンが反応しなくなっちゃったんで、電話の機能をなさないと、もう一台予備に、中古の携帯持ってるんで、走り終わったらちょっとデータの移行とかですねやんなきゃいけないかなと思っています。で、今回のお話は、前回のお話と、ちょっと被るっていうか関連するようなお話なんですけども、報道機関の関係の話なんですね。前回は叩く相手が違うんじゃねえかって、そんなお話したんですけども、今回は、もうちょっと自信を持ってほしいなっていうお話です。滅多にないケースなんで、得意な、会社なのかなとは思うんですけども、何かと言いますと、記事を出してところですね、その記事に対してクレームがありましたと。で、クレームを受けたら、すぐですね反応したのはいいんですけども、間違ってましたんで、記事、取り消します、ごめんなさいということを言っちゃったのがあって、なんかそれっておかしいんじゃねえのということです。で、具体的にはガキの使いじゃあらへんでという番組のスタッフが、2人ほどですね、辞めちゃうと。で、辞めるのは事実らしいんですが、その原因がですね、なんか辞めさせられたというような記事を、載せましたと。そしたらその番組やっている、まっちゃんですね、松本人志がツイッターで、嘘書くなというふうに、つぶやいた後の反応がさっきの、記事を取り消して、確認したら間違ってたんでっていう話で、何を言いたいかっていうと、記事に文句つけられてもそんな、撤回しますじゃなくて、うちはちゃんとした、取材して、記事を公開してるんで、文句言うんじゃねえと。文句あるなら、裁判に訴えてばいいんじゃないのというぐらいの姿勢でやってほしかったなと。で、事実はほとんどはそうなんですよね。雑誌でもテレビでも文句言われてもですね、普通はそういうふうな反応します。
まあ、ニュースソースを公開しないっていう原則は当然あるんですけども、普通はきちんと取材した後にですね、記事にする前に叱るべき人間がですね、この情報が正しいかというところの最低限のチェックして、記事確定させてるはずなんですよね。ところが今回の事例で言うと、あっさり間違いを認めると、やっぱその、仕事のやり方がおかしかったんだと思うんですよね。だってそんなひどかったら報道機関の情報って何なのっていうことになりますね。ネット上のつぶやきとかですね、まあ、それと同じになっちゃいますよね。チェックしないで記事載せちゃう。なんでその辺はちょっとしっかりしてほしいなと思ったお話でした、本日の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。